どうもマックス鈴木です。私は本日神奈川県藤ヶ丘というところに来ております。で本日お邪魔させていただくお店はこちら、煮込みと麺からの左斜め上24度3からの自家製麺テルズさん。はい、ということで本日はですねこちらの限定メニューでございました、過去の塩ラーメンの、早期のせってやつをいただきたいと思います。かなりブリンブリンの手切りの麺なんですけれども、これがまた筋肉系のやつでゴワゴワ系なんですね。それがまた恐ろしいまでに美味しいというのを僕聞きまして、写真で見まして絶対に食べたいということで本日ちょっといただきます。そしてですね本日はですねチャレンジ的な感じではございませんので、近年まれにあるマックス鈴木の普通に食べる動画需要あるかどうかは分かんないです。分かんないのかな、分かんないけど、でもちょっと最大限楽しみたいと思いますのでよろしくお願いします。そんな感じで今日は神奈川県より爆食会スタート。ポポポ。はい、というわけでもろもろの準備が整えましたので今から食べていきたいと思うんですけども、こちらです、ございます。塩スープなんですよ。で、まあ、ソーキだったり豚が乗って、まあ、味玉とうずらに、これはかまぼこですかね、乗ってこのゴワゴワの麺ということで、早速いただきます。まずはちょっとデカレンゲ使ってスープいこうかな。これすげえ、この麺に対してのこの色のスープってほぼ見ないんですけど、いただきます。むちゃくちゃうまい。え？終わりもあり、大あり。これこんなすっきりしてるのにこんなに濃厚なんですね。うまい。ちょっともう早速なんですけど麺いっちゃおうかな。すげえ麺見てこれ、なんかすごいよ。麺と水豚の間みたいになってる。それぐらいちょっと個性的ですよこれ。ほらこういうあのグミありますよね、アメリカの。はいよ食えすいません、いただきます。でもちょっとさっき言ったみたいな麺と水筒の間に近い感じですよね、がする。うまい、僕大好きなタイプです、これ。合うわチンタンと。いわゆるズバババって食べる麺とはまた全然違う。なんかあのラーメン二郎ってラーメンってより ラーメン二郎って食べ物だってよく言うじゃないですか。それと似たような感覚を覚えました。これはラーメンっていうかこのテルズさんのチンタンラーメンだっていう感じ。めちゃめちゃうまいし他の何とも被ってないです、これ超唯一無二。麺ちゅるちゅる、すげえ手切り感が半端ないっすわ。むちゃくちゃうまい。この手切りのいびつな感じがまたいいな。そしてもせっかくなんで早期いきましょう。あの早期そばとかのいわゆるあの沖縄のやつですよね、早期ってね。もう大好き、やばいこれ。
その軟骨の部分っていうの、コラーゲンの部分までもうホロホロ、トロトロ、プルプル、そしてこっちはあれですね、神がかってるテールさんのテール豚ですね、いわゆる。いきます。本日も最上級の仕上がりを見せてます。これもまたこのソーキもしっかりですが、唯一無二です。この二郎系、いわゆるこっち系の麺の豚で、僕多分おそらくテルさんの豚が一番好きだと思います。好みあると思うんですけど、とにかくプルリンチョなんですよ、マジで。マジ完全豚の魔術師だと思いました。テル豚どうですか。いや魔術師っすね、まあ、藤ヶ丘の魔術師なんて。いやこれでも正直初めて、ね、違う時から食べた時瞬間から思いましたけど、やっぱ豚やっぱ違うっすね。あ、もうそれはあの、うん、豚の選定からですね、あのちゃんと国産こだわってやってるの で僕また腕肉食べた中ではそこがそれが一番好きです僕。あ、お肉が、うん、あ、その材料ってことですか。脂身っていうのもなんかああいうなんかえぐい脂身じゃなくて、本当なんかコラーゲンみたいな。あ、そう、ここのね、豚食べると脂身って結構もたれがちなんですけど、全くもたれないです。めちゃめちゃすっきりします、濃厚なのに。でも本当に次の日マジ来ないんですよ、これマジです。あの人豚の魔術師だと思います、本当に。でこうやってラーメンとか食べてるとお嬢さんのもつ煮がやっぱ食いたくなるんですよ、やっぱり恋しくなるの。なんかあのおかんの味噌汁飲みたくなるみたいな感じになるんですよ。やっぱりもつ煮があってラーメンがあってこちらだなっていうのはすごい感じますよ、やっぱり。早急めー、毎回うめんだよな。うまい、すごくないですかこれ。だってほらこの見てこれ、ほら同じ形がどれ一つとしてない。そしてちょっとこうやって入れるだけでこの葬儀がもう崩れ始めるっていうね、形なすのがやっとですもん、これ。ちなみにこちらの限、じゃあいつやってるのこの限定とか云々に関してはあの公式の X があるんですよ、こちらの。なんでそちらをフォローしてチェックしていただければ、あ、例えば黒い麺やってるとか冷やし中華やってるとかいろいろチェックできるので。どうもマックス関でございます。ということで今回はグルメ会ということで、塩ソーキラーメンっていうのをいただいてるんですけれども、こちらあの手切りのね自家製麺でめちゃめちゃ太くて美味しい、結構ちょっとねグミってる感じがあったんですけど、これ後から聞いたら結構やっぱちぎれちゃってましたね、ごめんなさいみたいな感じだったんですけど、もっとねあの麺してるたみたいです。ただちょっとなんか食べていく段階で結構切れちゃってみたいな感じだったぽいです。だから本当はもうちょっと長いみたいですね、麺自体は。僕はこれでも全然すごく美味しくて全く問題ないなって感じだ、問題ないって言い方あれですけどだったんですけど、で珍しくこのソーキが乗ってるんですよ、ソーキ
で、これちょっと調べてみたら、早期とは沖縄でいう一般的に豚の骨付きあばら肉、まあ、過去スペアリブのこと。沖縄そばイコール早期そばと誤解されやすいが、沖縄そばに早期、過去スペアリブを乗せたものが早期そばであり、ラーメンにおけるチャーシューラーメン、過去チャーシュー麺の呼び名に近い関係と。で、早期には骨が硬い本早期と、骨も柔らかな軟骨早期があり、沖縄料理店でも店舗によって使う部位が異なるとなっております。で、早期とは、好きが変化した言葉で、豚の肋骨が串に似た形状であるため、あばら肉も早期と呼び、習わすようになった。骨付きであるため、早期骨、かっこブニとも呼ばれ、昆布や大根、冬瓜、などと煮込んだ汁物、早期汁にしたり、昆布、大根、豆腐などとともに煮付けとして食されると。また沖縄そばの具材としても用いられ、早期が乗った沖縄そばを早期そばと呼ぶと。他にもアメリカ風中華料理の豆豉味噌炒めやケチャップに柔らかく煮込んで下処理したものを焼いた網焼き早期など、様々な料理に利用されていると。もう早期って一つとってもものすごい、ごめんなさいね、花藤だったりして、花の感じだって幅広いね感じがあるということなんですよね。続きますね。伝統的な調理法としては、豚あばら肉を水からゆっくり長時間茹で、煮汁を捨てて肉を洗い、再度新たに醤油、泡盛、沖縄って感じじゃないですか、感じですね、これ黒糖、昆布、かつおだしなどを調合した煮汁で長時間煮込み、味を染み込ませると。近年では圧力鍋が使用されることも一般的である。早期そばに用いる豚あばら肉は、軟骨を含む肉、かっこ軟骨早期を使う場合が多いが、本来は硬い骨を含む肉、かっこ本早期、いわゆるまあスペアリブを用いる。本早期のことを A 早期、軟骨早期を B 早期と呼ぶこともある。本早期の骨は食べられないが、長時間煮込まれた軟骨は柔らかく、肉と一緒に食べることができる。本早期を用いた早期そばには、骨入れにするための空の器が添えられていることが多いと。僕ちょっとこの本早期っていうのを多分食べたことない。僕の中でのなんか早期ってどうもやっぱ軟骨も食べるっていうイメージがあるんで、これ皆さんは知ってる方いらっしゃいますかね。僕もこれ調べて初めて知ったんですけど、なんかプルプルで柔らかな軟骨だけじゃないんですね。ただめちゃくちゃトロトロで美味しかったです、この炙り早期作っていただいたので。これもう一つね、豚乗ってるんですけど、このそもそもこのチャーシューって何ぞやっていうのも調べたんで、ちょっと皆様にちょっと お伝えしますね。まあ、チャーシューについて、日本のチャーシューについて。日本でのチャーシューは醤油タレで煮た、または茹でて醤油タレにつけたラーメン店でトッピングとして作られる煮豚がチャーシューとして認知されており、中国由来のチャーシューを食べる機会は少ない。日本では煮豚、またチャーシューともに薄く切り分けて食される場合が多い。また家庭で作ることは少なく、精肉店や小売店で購入したり、外食店でメニューの一部やラーメンなど他の料理の一部として食べることが多いと。小売店で売られている商品としては、厚めのものやラーメン用に薄くスライスされたものなど各種ある。家庭では飯のおかずや酒の肴とすることが多く、特にラーメンの具として欠かせないものとなっている。日本の中華料理ではラーメンの他に中華まんやチャーハン、冷やし中華などの料理の材料としても使用される場合がある。なおハムが代用される場合もある。チャーシューは日本の多くのラーメン店では必須の具材であり、他店との差別化を打ち出す経営上重要なものである。ラーメン店の多くはチャーシュー専用の囲炉裏がないため、鍋に醤油やザラメなどの糖を入れて肉を煮る。もともと中国でルーローと呼ぶ、ルー水、継ぎ足して使う醤油ベースの煮液で煮て作る煮豚が日本では具として多用されている。直火焼きしたりフライパンで焼いたりして作る方法もある。とろりとして柔らかくラーメンによく合う、日持ちが長いため廃棄ロスを回避できる。
安価なバラ肉を使用できる。バラ肉って安価なんだ。へえ。煮汁を出汁やタレに流用できるなどの点からラーメンの具に好んで用いられている。本当鼻かんだ噛んじゃってごめんなさいね、本当に申し訳ない。鼻かんだ噛んじゃってっていうかごめんなさい。日本国内ではラーメンの具材として使用される豚肉以外の肉をチャーシューと俗に呼ぶ。ごめんなさい本当に。例えば笠岡ラーメンの具材として使用される鶏肉料理品を鶏チャーシューと呼ぶことがあるということで、これ早期だけ取ってもなんかあるし、なんならチャーハンってこれえぐいぐらいあるんですよね。チャーシューを使う料理、まあここで言うなんだろう、今食べてるそのなんかチャーシュー、まあ豚とその今説明したチャーシューは若干違うと思うんですけど、まあ主にチャーシューを使う料理としては惣菜パン、卵焼き、チャーシューおにぎり、チャーシューハン、チャーシューマン、チャーハン、チョーコナ、パイ、ビーフン、冷やし中華、焼きうどん、焼きそば、チャーシュー卵飯、ラーメン、焼きラーメン、餃子。これチャーシュー卵飯ってなんだろうなこれ。あとチャーシュー飯ってなんだろう、チャーハン丼ってことかな。あ、チャーシュー丼ちょっと待って、まあ、あの説明してるようで余計この聞いてくださってるリスナーさんを迷宮に迷い込ませてる確率の方がこれ高い気がするけど、超粉ってそしてなんだよこれこれ何なんだろう。すいません、僕これ以上はちょっとわからないんで、もし知ってる方いたらコメントください。まあとにかくチャーシューを使う料理がいっぱいあると僕は何の話をしてる。ただねこれあの本当にマジでテルさんの豚めちゃくちゃうまいんですよ。豚って言い方しますけど、だからトロトロなんだけど、その脂身がない部分の肉の柔らかさもさることながら旨味がしっかりあって、なおかつ脂身がマジでくどくねえ。だから次の日ももたれないというか、なんつったらいいんだろうな、こうなんて言うんだろう、なんか重くないっていうか、まあ僕43年間生きてきて胃もたれっていうのを経験したことないんで、もたれたこと、もたれないっていうのはちょっとわからないんですけど、でも、なんかね、本当にすっきりしてるんですよね。食べ応えはしっかりあるのに。なんで、この、メアテルズさん、まあ左斜め24度さん行って、もしラーメン、テルさんの豚を食べる機会があったら、ぜひとも食べていただきたい。で、この、公式 X をフォローしていただければ、メアテルズさんなり、左斜め上24度さんの、この限定麺のやつとか結構頻繁に更新してるので、そのチェックしながら、あ、豚今日あるかなみたいな感じで行って、試してみてはいかがでしょうかって感じですね。本当にここいつもお世話になりっぱなしなんですけれども、豚も麺もスープもそうだし、基本デフォルトがうまいし、なおかつ、まあ当たり前のように、まあ、そもそももつ煮の店なんでもつ煮超うめえしって感じで、今日はこの辺のアフレコにしたいと思います。それでは、ごちそうさまでした。いやもうとにかくおいしかったです。スープのすっきりなのにコクのある感じといい、全く臭みのないソーキと豚、柔らかさからの香ばしさ、あのブリンブリンの麺、これは食べたい。もう一回、もしこちらのラーメンですとか、あともつ煮気になった方はですね、公式の X のをフォローしていただければ、随時こちらのお店さんの情報流れてきますのでチェックしてみてください。という本日はこちら藤ヶ丘にございます、左斜め上24度さん、そして麺屋テルズさんより、私マック鈴木がこちらの塩ラーメン早期トッピングをお送りさせていただきました。ありがとうございました。美味しかったです。最高、お疲れ様でした。よいしょ、じゃあ、あっちでも美味しかったですよ。はい、全然。
still not surprising. Need no apologies, cause I just don't really care what you think, what you think, what you think.